カンファクトリーの谷口孝人です。はい、今日は、皆さんに、教えたい技、はい、キックフリック。キックフリックでございます。はい、キックフリックといえば、多分ストレートボードをやり始めるときに、プロスケーターとかのね、映像を見て、板がバーンって回って、くるっ、きただね、着地している技、はい、きっと誰もが思うんです。絶対できるわけで、こんなの絶対できるわけで、そうだね、絶対思うはず。やってみて最初ね、まあね、まあ回らないそうだね、まあ回らないなんかとかなるねとかなるね。でその上に乗ったりとかね、そうなるね、あとなんかもうこうとかいくいくなると思うんですよ。どう回ってるんだと、はい、だからみんなどう回してるんだって思ってると思うんですよ。俺もどうやってるんだと思ってましたで、多分ちょっとキックフリック研究して頑張ってやりたいっていう人だったら、こう思ってるんですよ、蹴る、ここね、そうだね、ここをここに蹴飛ばす、はい、だね。確かに、その通りにできる人はやってるんですよ、でもできない人が同じようにこれやるの、すげえ難しいと思うんですよ。難しい、でできない人はここをね、バンって、バンって、ここをバンバンバンってやって、力強く多分回してると思うんですよ。ですね、でも、気づいてしまったんですよ。そう、キックフリップは力全くいらないんです、左足、まあ、前足ですね、前足の力全く必要ないんですよ、気づいちゃったんです僕ついにキックフリップは前足じゃないんです、後ろ足でもない、タイミングと場所、それを今から皆さんに分かりやすく説明します。おっしゃ、まず、はい、左足、前足ですね、前足のこのキックフリップ部分ね、キックフリップ部分ですこれ、ここに重りを乗せて、はい、しっかり固定します、はい、そしてこの後ろ足ですね、こう蹴ったらこうなるんですよ、で上がることによってここが当たる、当たるんですね、はいはいはい、でこういう風に回転するんですよ。そうだね、ただちょっとこの重りが軽すぎて、失敗するかもしれないですじゃあいきますよ、はい、これかな、ああそういうこと、そういうこと、当たってこう回転しました。そうだね、なんで、この後ろ足、回転しますよ、ね、うん、そういうことだね。この前足が蹴った時にいい場所にあれば、ここに上に上がる力、抑える足の力、そうだね、こう回転する、そういうことだね、蹴る上に上がるぶつかる、はいはいはい、これが、キックフリップの正体です、はい、でここにプラス、あれ回転した、回転する力を一瞬作ってさらに速く回転させるためにこれ蹴ってるんです。そうだね、で本当に上手い人はそれをすることによって、このキックフリップの回転が上に上昇してる間に終わらせるっていうのが上手い人のキックフリップ、そうで下手な人のキックフリップはこうなって、まず回らない人は前足をここにぶつけるっていう練習を多分した方がいい、はい、でぶつかって回るっていう感覚を味わったら、初めてぶつかる前に回ってますいいねっていう感じにすると、キックフリップはもうできたことになるぶつかる前に出すぶつかる前に出す、そういうことだね、はい、オッケー、多くの人がね、
ここにここで回すってとらわれすぎてるんですよ、うん、それあるね。回る最初のきっかけはぶつけるなんですよ、はい、ぶつけるからのさらに加速させる加速ね、うん、これがキックフリップの正体だと。スケートボード21年やってきて最近気がつきました気づきがね気づきがあるよね。気づきがまああと、うん、これを、うん、なるほど分かったからといって、うん、簡単にできるわけではございません。はい、それがスケートボードでございます。はい、なので皆さんぜひ、こういう、あ、こういう風にやってみたらいいんだっていうのを何個も思いついて、そうですね、トライアンドエラー、はい、挑戦してみてください。はい、キッカー発見の谷口でした。おーい、またね。いいよ。